はい、皆さん1時になりました。始めましょう。こんにちは。こんにちは。うん、聞こえますね。ありがとうございます。じゃあ今から出席を取りますが、今録画していますね。ちょっと LINE にも書きましたが、今日ちょっと録画します。欠席の人がいますので見てもらおうかと思います。じゃあ始めましょう。共有をしていますね。はい、今日は2回目ですね。うん。今日は、お、に、え、をします。そう、1回目で角助詞をしましたね。わとがです。わは取り立て助詞と言います。がは角助詞と言いますね。そしてこの、お、に、えも、いつもは助詞と呼んでいます。でもこれ、ちゃんと名前があります。これを角助詞と言いますね。がと同じです。そしてたくさんありますね。ここに人の名前を書いています。これは2015年にこのハンニャさんという人が調べましたという意味ですね。その、うん、私はこの人たちが調べたものを使っています。こちらは杉村さんですね。うん。じゃあこれ、はい、日本語の助詞はたくさんあります。名前があります。皆さんが勉強するもの、今日勉強するものは角助詞と言います。他にも並立助詞、副助詞、係助詞、接続助詞、中助詞、関東助詞、順体助詞があると考えられています。うん。で、和は日本人は副助詞と言っていますね。日本語教育では取り立て助詞と言っています。そして今日するのは角助詞です。うん。日本語教育ではすべて助詞と呼んでいますね。うん。他には取り立て助詞も皆さん覚えます。はとかもですね。うん。これも使います。そしてこの角助詞を助詞と言ってますが、角助詞は多分10個ぐらいあります。人によって考え方が違いますから、何個あるか分かりません。私はこう覚えました。私は小学校、中学校でこう覚えました。お、に、が、と、より、で、からの部屋。鬼がとよりでからの部屋で覚えていますから、10個あると教えてもらいましたが、今の人は9個で覚えることが多いと思います。お、に、が、とよりでからへまでですね。あ、えまでですね。このように覚えていると思います。ちょっと何個あるかは分かりませんね。うん。そして、でもルールは簡単。これしかありません。1個だけ。名詞プラス角助詞のこの形だけです。これがルールです。ちょっと例外もありますが、名詞プラス角助詞で間違いありません。だからルールはとても簡単です。はい。そしてこれ、はい。今するものは角助詞の1番のお。これ、動作の対象と読みます。動作の対象。この動作は動きますという意味ですね。そう。この意味の時は動きます。動詞が動きます。その時のおですね。これを一人一人にちょっと読んでもらいます。パーライヤーさん、1番を読んでください。パーライヤーさん。はい。はい、1番。1番。昼ごはん。昼ごはんを食べます。うん、そうですね。昼ごはんを食べます。この時、私は体が動きますね。うん。その時のお。ですね。いいですね。じゃあ今度パンヌさん、2番を読んでください。水を飲んでいます。ああ、素晴らしい。そうです。水を飲んでいます。これも私の体が動きますね。その時のお。そして3つ目、ナッタニチャーさん、3番を読んでください。ボール。ナッタニチャーさん、いないか。いなかったです。すみません。タンワシーさん。はい、はい、先生。うん。ボール。
うん、ボールを。あれ？はいはい。大丈夫。3番を読んでください。例文の3。ボールを。うん。投げ。投げ。うん。投げました。そう、ボールを投げましたと言いますね。そう、これがボールを投げますね。はい。だから全部体が動きます。この時のおですね。簡単。じゃあ、今度は練習の1です。例文を作ってください。文を作ってください。じゃあ、ナンティポンさん、1番、植えます。植えます。そう、木を植えます。いいですね。あとは草を植えます。でもいいし、花を植えます。でもいいです。そう、植物ですね。この時、植えます。だから、私の体が動きますね。はい、植えました。できます。じゃあ今度次、ウッディゴンさん、2番書きます。はい、漢字を書けます。お、素晴らしい。そう、はい、漢字を書きます。私の体が動きますから、これでいいですね。じゃあ、パッカポンさん、写真。写真を撮ります。そう、写真を撮ります。あの時も私の体はちゃんと動いていますね。そう、このような時に、このおを使います。名前があります。動作の対象と言いますね。ちょっと私が作ったものがありますから、はい、これを見てもらいます。はい、そう、皆さんすごい。うん、これでいいですね。はい、木を植えますとか、花を植えますでもいいですね。他には書きます、字を書きます、さっき言ってもらった漢字を書きます。でいいです。あと写真の時、これ写真を撮ります。この撮りますは他にもビデオを撮りますでもいいです。携帯電話でビデオを撮りますができますね。この時の撮りますはを使えます。はい。じゃあ今度次元に戻って、はい。じゃあまた画面共有します。あ、間違えた。間違えた。ちょっと待って。こうします。はい。じゃあ今度は、さっきと違います。これを認識の対象と読みます。認識と読みますね。今度は体が動きません。私は座っていますね。この時にできますね。体が動きません。おです。はい。じゃあ、今度また読んでもらいますね。うん、じゃあ、今度、ティダーラットさん。はい。はい。1番を読んでください。月を見ませんか？そう。月を見ませんか？と言ってますね。月を見ませんか？そう。この見ますの動詞は、私は体を動かしませんね。頭の中だけですね。見ます。で、頭が動きます。この時もおを使えます。これを認識の対象と言っていますね。うん。じゃあ今度は、ティダーワンさん、2番を読んでください。はい。音楽を聞きます。うん。音楽を聞きます。そう。聞きますの時も私の耳は動きませんね。うん。動いているのは頭の中ですね。ここが動いています。うん。この時もおを使えます。見ます、聞きますですね。はい。そしてティーラナイさん、3番を読んでください。いますか？ティーラナイさん、いない。じゃあ、ナパドンさん、3番。ナパドンさんいませんか？はい、はい、はい。3番。あ、学生。学生のやる気を感じた。感じた。うん、感じた。うん、学生のやる気を感じた。そうですね。はい、いいですね。やる気は何ですか？ナパドンさん。やる気はどういう意味ですか？ああ。うん、C
やるしたいと思います。あ、そう、素晴らしい、そうです、うん、やる気はしたいと思いますという意味ですね。はい、またはしたいと思う気持ちをやる気と言いますね。またしたいと思う心でもいいです。うん、このように言うことができます。そう、これがやる気ですね。それを私は感じました。感じますは英語でフィールですね。これですね。はい、いいです。じゃあ今度は体を動かしませんね。恐れますを使いますね。じゃあナパソンさん、1番例文を作ってください。例を恐れます。例、それ何ですか？幽霊の例例は何ですか？あ、お化けのことですね。あ、じゃあ幽霊の例ですね。合ってます。うん、例を恐れますでもいいし、そう、さっき言ったあのお化けでもいいですね。うん、これでいいです。はい、お化けを恐れます、例を恐れます。うん、いいですね。怖いですね。うん、怖いですという意味ですね。はい、じゃあ今度はポラミンさん、2番深めます。はい、深めます。ちょっと難しいですね。深めますね。何かありますか？深めます。N3 ぐらいの言葉ですね。わかりませんか？ダメですか？わからない？じゃあ次の人いきますね。パリントンさんいないから。パン屋チョートさん、深めます。プンさん、ありがとう。はい、パン屋チョートさん、うん、深めます。歴史を、あ、うん、深めます。なるほど、ちょっと違いますね。歴史は深められないんですねちょっと待ってね。頭の中で考えることができます。それは深めます、できますね。じゃあ今度はトントンさん、深めます。はい、深めますを使って、深めます、うん、とてもよくわかりますみたいな意味です。わかります、深めます、できませんかわからないですか？よくわからないです。わかりました。じゃあプークサポンさんいない、ファーサイさん、深めます、深めます。ファーサイさんいませんか？はい、はいはいはい、深めます。うん、うん、深めます。あれ、できないですか？じゃあパッタラダーさん、深めます。はい、はい、あ、深めます、できますか？わからない？あ、できませんはい、わかりました。じゃあちょっとこれ後でしますね。じゃあ今度イワラットさん、方針、イワラットさんいませんか？はい、方針、うん、方針、方針、これ名詞ですね。これ動詞ですね。はい、方針、あれ、できないですか難しいですか？
じゃあ、岩田とさん、深めますはできますか？深めます。難しい？深めます。どっちですか？できますか？できませんか？どっち？どこ行った？じゃあ、ボンゴチマスさん。深めますか、方針、どっちかできますか。うん。うん。どっちでもいいですよ。深めます、方針。ダメ？どっちですか。できますか。できませんか。できません。はい、わかりました。じゃあちょっと私が書いたものを見ます。うん、これを覚えてください。じゃあ、このように言いますね。恐れますは、病気を恐れますもできます。そう、今コロナがありますから、コロナを恐れますでもいいし、うん、霊を恐れます、お化けを恐れますでもいいですね。今度、深めますは、とてもよくわかりますという意味ですね。理解を深めますという方が言えます。理解を深めます。そう、これはあのとてもよくわかりますという意味ですから、頭を動かしています。体は動きませんね。そして、今度、方針は、方針を決めます。これ、名詞ですから、をの前は名詞ですね。うん、このように言います、うん。こういうことをしますよということを決めます。それを方針を決めますと言いますね。またあの方向でもいいかもしれません。何かの方向を決めます。うん、こういう方向でします。という意味で方向を決めます。うん、それをね、方針を決めますという言い方があります。ちょっと難しい言葉ですから、これも覚えてください。じゃあ今度次。今度は、はい。今度も体を動かしませんね。うん。今度は目的、目標のをします。うん。何かをしたい、何かを決めるみたいな時の目的、目標ですね。だから英語で言うとゴールとかエイムですね。こういう意味があります。じゃあ、次。じゃあ、ピアチャットさん、1番を読んでください。ピアチャットさん、いますか？いませんか？いますか？聞こえますか？ピアチャットさん、バイファンさん、いない？ピアチャット、いません。あ、そう、いない？あれ？今日休み？さっき声が、はい、あ、そうなんですね。すいません。じゃあ、パニサーさん。はい。はい、1番を読んでください。旅行プランを作ります。はい、ありがとうございます。旅行プランを作ります。これが目的、目標になっていますね。うん、これはまあ、体も動くかもしれませんが、頭の中で考えるという意味でもありますね。うん。じゃあ今度は、はい、ピンピサーさん、2番を読んでください。大きなビルを建てます。はい、大きなビルを建てます。いいですね。これが目的、目標になっています。うん。じゃあ、ありがとうございます。次ね、ファンさん、わかるかな？ピムラパッドさん。ピムラパッドさん。はい。大きいと大きなは何が違いますか？大きな。大きな。と大きいは何が違いますか？ああ。大きい。
大きいビルと大きなビルは何が違いますか？大きな、な、うん、あ、ビル、うん、うん、どっちが大きい？あ、どう？大きなビルと大きいビルは、大きな、うん、何が違いますか？これとこれ。大きい。うん。うん。大きい。何が？うん。大きい？大きな。うん。大きい。うん。大きなビル、大きいビル。何が違いますか？大きな。大きい。な。うん。うん。わからないですね。じゃあちょっと待ってね。パッタラゴンさん、大きなビルと大きいビルは何が違いますか？テストに出ますよ、出しますよ。ああ、もう一度お願いします。大きなビルと大きいビルは何が違いますか？大きいなと大きいか。うん。これ何ですか？これ名詞です。これ何ですか？よく見えませんね。あ、見えない。それ小さいから見えませんか？小さいです。これで携帯電話でしていますか？ダメ？見えますか？携帯電話でしていますので。あ、なるほど。大きいは、じゃあビルは名詞です。大きいは何ですか？大きいは、あ、形容詞ですね。あ、そうですね。じゃあ大きなは何ですか？な、形容詞です。本当ですか？そんなの教えたことありますか？大きなはな、形容詞ですか？本当ですか？私教えたこと、ね、そして異を切って何か割りますね。そうそうそう、そうなんですよ。これはね、皆さんにはちゃんと教えますが、名前を教えたことがありません。これね、一応日本人は名前を知っています。これ連体詞と言います。だから名形容詞じゃありません。でもみんなはこれ覚えなくてもいいけど、うん、名形容詞じゃありませんね。ちょっとこれはね、特別で、小さいもあります。だから小さなとか、あとおかしいもあります。おかしなもあります。でもこれは名形容詞じゃありません。どうしてですか？それは、きれいです。は、きれいだと言えますね。きれいな人、きれいな人だと言えます。でも、この大きなは、大きだ、小さだ、おかしだという言い方がありませんから、これは名形容詞じゃありません。うん、連体詞なんですね。じゃあ、これとこれは何が違いますか？大きなビルと大きいビルは何が違いますか？知ってる？大きなビル。うん。何？うん。何が違いますか？今話してるの誰？大きなビル。うん。大きなビルが大きいですか？違います。違いますね。うん。はい、何が違いますか？な。何が違いますか？大きな。うん。大きなビルはどうですか？ビル。大きなビル。大きなビルと大きいビルは何が違いますか？これね、授業の時には教えたことがありません。でも教えたことがあります。みんなは知らないけど知っています。私さっき答えを言ったし。じゃあこうしたらわかるかな。うん。このリンゴはあのリンゴよりです。はい。このリンゴはあのリンゴよりどっち？どっちがいいですか？
コーヒーですね。そうそうですね。今答えたの誰？アートさん？誰が答えた？はい。そう。どうしてこれ大きいですか？どうして大きなはダメですか？そう。私たち教えたことがあります。皆さんには必ずこのリンゴはあのリンゴより大きいですしか教えたことがありません。だから皆さん答えちゃんと知っています。うん、そうですね。この大きいの意形容詞のルールです。これはもう一つ必ずあります。そう、この意形容詞の時は2つ以上あります。2つ以上あるときは、このビルは大きいです。どうしてですか？このビルはあのビルより大きいです。だから。そのときは、意形容詞を使います。でも、1つしかないときは、あのビル、大きなビルです。と言います。2つとか3つあるときは大きいで、1つのときは大きなを使っています。これが違いです。だから、この問題を出したときに、皆さんはどっちですかって言われたら、必ず意形容詞を使います。大きいビルです。と言いますね。大きいリンゴです。と言います。そう。このときちゃんと、だからみんな知ってるんですね。答えはちゃんと答えられます。はい、ありがとうございました。じゃあ、今度次ね。アートさんまで行ったから。次、誰だ？はい。パンヤポンさん。はい。はい。3番。あ、仕事をやりとけます。ちょっと待って。N さん。例文の3です。N さん。今、どこしていますか？例文です。うん、練習じゃありませんよ。あ、N さん、語学をマスターします。うん。目指しますと読みますね。目指します。読み方は目指します。目指します。うん。これが目標、目的という意味ですね。うん。私は、うん、N3 合格を目標にします。目的にします。という意味で目指しますと言いますね。うん、こういう意味があります。はい、ありがとうございます。じゃあ今度練習の位置をします。次誰？ブンスリーさん、競います。競います。ブンスリーさんいますか？はい。はい、競います。ちょっと難しい言葉ですね。まだ勉強してないですね。競います。まあ、N さんですから、全部勉強していないことを出します。毎日新しいことをしますね。競います。うん。ここに、を使いますね。ここに名詞を入れますね。ここに目的、目標を入れてください。サッカーを競います。うん。サッカーを競いますか？サッカーで。それではサッカーでじゃないですか？サッカーで何々を競います。サッカーは目的目標じゃありませんね。サッカーはスポーツでしょ？これは何をしますか？何が目的ですか？何が目標ですか？優勝を競います。素晴らしい。素晴らしい。そうです。私が目標としている、目的としているのは優勝ですね。うん。だから、サッカーで優勝を競いますと言いますね。うん、OK。じゃあ、今度はパニタンさん。はい、2番。はい、狙います。彼を狙います。何を狙いますか？もう一度。木を狙います。木を狙います。これ木？ウッド？トリー？ウッド。うん。まあ、ね、狙えますけど。
確かにできますけど、それは何をしていますか今。もしかしてなんかこんなやつで狙ってますか。あ、はい。はい。これ弓と矢と言いますね。弓矢ですね。じゃあ弓矢で木を狙いますができますね。はい。そう。はい。まあこれが目的目標になった。そう、目標ですね。はい。でも木に当てても意味がないから鳥とか狙ってください。あ、でも動物、はい、動物をいじめたらダメですね。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ今度ポンサトンさん、やり遂げます。はい、やり遂げます、うん、やり遂げます。ちょっと難しいよ。これとと読みますね。やり遂げます。お、仕事を、うん、うん、やり遂げます。はい、はい、仕事をやり遂げます。これでもいいですね。他には何でもいいけど、みんなが毎日するものは何ですかね。まあ宿題をやり遂げますでもいいし、レポートをやり遂げますでもいいですね。はい、じゃあ、うん、私がちょっと書いたものを皆さんにお見せします。まあ例ですね。うん、例えばトップの座を競います。つまり優勝の意味です。1番、1位という意味ですね。1番とか1位という意味があります。うん、トップの座を競います。あとはそう、これもあの優勝を狙いますでもいいです。さっきこっちでやりましたけどね。うん、そう、目的目標だったら何でもいいですね。あと、この仕事をやり遂げます。この宿題をやり遂げます。このレポートをやり遂げます。うん。目的、目標の時のを使えますね。じゃあ、戻って。はい。今度は、動作種のをですね。そう。今まではがを使いましたね。うん。私が、ご飯を食べます。また私はご飯を食べます。うん、誰が食べますか。私ですね。がとはの前の人がこの動詞動作をしましたね。でも今度はおの前の人がこの動作をします。うん、だからちょっと読んでもらいましょう。じゃあパチャラコンさん、1番を読んでください。はい、先生。これもをお使いに行かせます。お、よく読めました。そうですね。子供をお使いに行かせます。これはあの買い物に行かせますと同じなんですが、でも実はこれね、皆さんね、まだ勉強していないんですね。3年生は今できる日本語を使っていますから、この初中級のね、13課で出てきます。この言い方は、うん、初中級のできる日本語の初中級の13課なんですね。だからちょっと皆さんにとっては難しいですね。うん、でもこれ知っていますか？ペン、これ見たことがありますか？パチャラコンさん、行かせますは見たことがありますか？行かせます。これ何動詞ですか？この動詞の名前を知っていますか？この動詞、見たことがありますか？うん。あります。ありません。どっち？あ、すみません。わかりませんね。あ、わかりませんか。じゃあ、見たことがないですね。ありがとうございます。うん。じゃあ、ちょっと待って。パーヌさん。パーヌさん。はい。はい、これ、見たことがありますか？見たことがあります。あ、見たことがありますか。でも、まだ勉強していないですね。はい。そうですね。うん、ありがとうございます。これはね、あの、1グループの時は内形につけます。内形にせますをつけます。うん。で、2グループの、あ、内形ですね。
なけよしだな、内形。動詞の内形にせますをつけます。で、今度動詞の内形に、うん、させますをつけます。うん、そして今度は、来ますは、うん、来させますと言います。で、しますは、させますですね。まあ、うん。このようにが変わります。これ、名前がありますね。使役動詞と言います。これを使役と言います。でも、ちょっと皆さんまだ勉強していないので、うん、簡単に言いますね。本当は子供。子供はお使いに行きます。こう言いますね。でも、ここにお母さんが来ます。お母さん。お母さんは、うん、子供をに変わります。そう、ここが変わりますね。うん。お使いに。うん、ここまでは一緒ですね。そしてここが、行かせます。そう、このように言いますね。はい。だから、お母さんが禰豆子さんに言います。お使いに行きなさい。と言いますね。行きなさい。うん。そして、禰豆子さんがお使いに行きます。この時に、お母さんは子供をお使いに行かせます。と言いますね。これが使役。誰かに何かをさせます。という意味ですね。誰かに 何かをしますね。この人が。私が言いました。この人が何かをします。の時、使役です。その時は、このを使うと、この人がこれをしますという意味になります。じゃあ、今度は、はい、ナーモアさんいないから、タワシンさん、2番を読んでください。あ、はい。うん、選手。2番。うん、選手。選手。選手。選手を、うん、休ませ。休ませました。や、うん、休みます。休ませました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 。はい、いいです。そう、このように言いますね。私が選手に言いました。はい、炭治郎さんに私言いました。休め。また休みなさい。休んでくださいと言いました。そしたら選手が休みました。これが選手を休ませましたと言いますね。うん。そう、わかりますね。大丈夫ですね。じゃあ、もう一つここで聞きますか。今、タワシンさん終わったから、ナンティポンさん。はい。うん。選手のこの漢字の意味は何ですか？これで選手と読みますね。この漢字の意味は何ですか？後ろの漢字の意味。手ですね。でもこれ手の意味じゃないですね。これ手ですね。手じゃないですね。この漢字の意味は何ですか？していますか？漢字はたくさん意味があります。漢字はたくさん意味があります。だから皆さん一緒に覚えていってください。これは手、英語とハンドの意味じゃありません。全然違いますね。これはどういう意味ですか？
選手はどういう意味？選手は、うん、選手の意味は何ですか？この選手の意味は何ですか？スポーツ。スポーツ。スポーツの？の人です。うん、スポーツの人？もう一度？もう一度言ってください。うん、スポーツ。スポーツの人です。ああ、素晴らしい。そうです。意味は人です。この意味は手じゃありません。これは人、パーソンという意味ですね。だから、これは選ばれた人という意味ですね。選ばれた。はい。これ、選びますという感じです。そう、私があなた、選手です。あなた、選手です。あなたは違います。あなたは選手です。私、今、選びました。人を選びました。選ばれた人です。だから、選手。ですね。はい。そう。ということは、この種は人という意味ですから、他にも皆さん知っていますね。聞きますよ。他の人知ってるかな？フォンさん、ありがとう。じゃあ、ウッディ・ゴーンさん。何か他の人知っていますか？この漢字を使う人を知っていますか？いますか、ウッディ・ゴーンさん。いますか、いませんか。ファームさん、いる？はいはい、はい、いますね。はい、人、これ人という意味です。他にもみんな知っているでしょ。これ種、歌手。そう、素晴らしい。じゃあ歌手はどんな人ですか？何をする人ですか？歌手は、そうですよ、歌う人です。歌う人という意味ですね。それで歌手です。うん、だからみんな知ってますね。あとね、これ手で読むこともできます。例えばやり手という言い方が、とても仕事ができる人のことをやり手と言いますね。その手も人の意味です。他にも漢字、この漢字とこの漢字じゃないもので人の意味がある漢字がありますね。何か知ってる？何か知っていますか？ちょっと待ってね。うん。誰まで行った？わからなくなった。フォンさん行って、フッティゴンさん行って。はい。パッカポンさん。P さん。パッカポンさん。はい。はい。他の漢字知っていますか？人の意味があります。漢字。人の意味がある漢字を知っていますか？人と同じ意味の漢字。この手があるでしょ？他は？知らないですか？知らないです。本当ですか？銀行に誰がいますか？銀行。銀行。バンクスタッフ。銀行。あの方は銀行です。あれ？銀行。知らないですか？銀行。バンクですよ。うん。銀行。どう？知らない？あれ？じゃあ、病院にいる人は？病院にいる人。病院わかりますか？ホスピタル。病院。病院に誰がいますか？銀行に誰がいますか？病院いませんか？誰も。本当ですか？あれあれ、英語で言うドクターな、はい、ドクターだったりナースがいますね。日本語で何と言いますか？ P さん。わかった。ダーさん。はい、ちょっと待ってね。ティダーラットさん。はい。銀行に誰がいますか？銀行にいる人。銀行ですか？え、うん、行ったことがありますか？銀行。銀さん、ダメですよ。銀行さんはいませんよ。銀行。じゃあ、
病院に行ったことがありますか？病院。病院。誰ですか？医者ですか？医者ですよ、医者。はい、これも人という意味ですね。うん。他には知ってますか？他には、知りません。看護師さんがいます。あとね、この感じの人もいます。これ、みんな好きな侍。侍の人を武士と言いますね。この漢字も人という意味があります。でもみんな銀行をどうして知らない？最初の方で勉強しますよ、銀行。じゃあ、ありがとうございます。ティダーワンさん、銀行。ティダーワンさん、はい、銀行いる人は誰ですか？銀行員。そうですよ。銀行員さんがいますよ。これ。はい。だから、人の漢字いっぱいありますので、覚えてください。うん、この種も人です。歌手の種です。もうみんな勉強していますから。はい。ありがとうございます。じゃあ、今度は次。ティラナイさん、3番を読んでください。あ、ティラナイいません。あ、そうだった。すみません。すみません。じゃあ、ナパドンさん、お願いします。ナパドンさん、3番読んでください。赤ちゃんを寝かせます、うん。そう。赤ちゃんは何ですか？どういう意味ですか？ああ、うん、子供です。ああ、どんな子供ですか？どんな子供ですか？うん。子供はいっぱいいますよ。皆さんはもう大人ですけど、中学生も子供ですよ。小学生も子供ですよ。どんな子供ですか？ベイビー。ベイビー。はい。で、英語を使いましたね。はい。小さな子供です。さっきやったでしょ？小さな子供ですね。はい。小さな子供。うん。1歳とか2歳とか、2歳は違うかな、うん、生まれたばかりの子供ですね、うん、1歳の子供、あの赤ちゃんですね。1歳はもうちょっと大きいけどもうちょっとちっちゃいですね、はい、そういう小さな子供のことを赤ちゃんと言いますね。はい、ありがとうございます。じゃあね、ここまでできるかな。今誰だったかな。ティーランナイさんじゃなくて、ナッパドンさんいて、ナッパソンさん。はい。はい。子供をお使いに行かせます。これ1番ですね。選手を休ませました。2番。3番、赤ちゃんを寝かせます。主語は何ですか？主語。主語は何ですか？この文の主語は何ですか？うん、主語は先週やりましたよね。主語は、うん、ちょっと待ってください。はい、頑張って。主語は何ですか？この文の主語は何ですか？わかりませんか？主語はありませんか？子供。主語は子供ですか？本当？じゃあ、子供主語？それ動作主ですね。上に書いてますね。おの前は動作主です。主語じゃありません。主語は？主語は？あれ。あれ。最後に翻訳したらわかるんじゃない？多分、英語母語話者と中国語母語話者とタイ語母語話者はみんなわかると思うけど。主語は？
どれ誰わからないありません。わかりませんか。そうですか。本当ですか。1回目をちゃんと復習してください。じゃあ、ホラミンさん。ホラミンさん。はい。うん、主語は何ですか？主語。主語わかる？主語。はい。英語の時の主語はこれですね。はい。ね、eat。これ、述語と言います。ちょっと難しいですけどね。で、英語はここに目的語があります。目的語と読みますね。うん。こういうふうに SVO になってます。I eat an apple と言いますね。リンゴを食べます。私はリンゴを食べます。と言いますね。うん。主語は？子供を使いに行かせますの主語は何ですか？あ、私は。ああ、素晴らしい。さすが、ポンさん。できるじゃないですか。うん。私は子供をお使いに行かせます。私は選手を休ませました。私は赤ちゃんを寝かせます。だから、日本語は言わないですね。この前勉強したでしょ？和とがの前にあるものが主語ですよ。だから、言わなくてもいいでしょ？話している人が主語だから。そう、日本語はわざわざ愛って言わないですね。話している人が主語だから、子供をお使いに行かせますと言えばいいです。日本語の文のルールです。この前話しましたね。うん。話しません。日本人は私はが、私はを必ず使いますから、主語を言わなくてもいいですね。だから前やったでしょ？私は猫です。名前がありません。うん。そう。この文の主語は私です。でもこの文の主語はどれですか？名前です。本当ですか？そうじゃないですね。日本語はこの私がここにもありますから、私は名前がありませんという意味ですね。この一つの文が他の後ろの文の全部の主語になります。だからわからないから、これを名前をつけました。こっちを大きい主語です。こっちを小さい主語です。だからこっちを大主語と言っては、小さい主語、小主語と言ってが、そしてもっと名前を変えました。和は主題です。1回目の復習をしていますね。で、がを我々は主語と呼んでいます。時々和が主語になることがあります。それはががないとき。ががないときは和は主題と主語両方ともあります。二つを持っていますね。そう。だから私はが主語です。この文はががありませんから。うん。そう。だから私はちゃんと書いていないです。書きませんね。この日本語がよく使う日本語ですから。うん。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと休憩をしましょうか。皆さん、10分休んでください。休憩です。はい、2時8分になりました。始めましょう。じゃあ、
今度は練習をしますね。ちょっと皆さん分かりませんから、まだ勉強してませんから、走らせますと言います。これが使役動詞です。走らせますをお使いますね。じゃあちょっと文を作ってもらえますか。誰まで行ったかな。ファーサイさんまで行ったかな。忘れた。じゃあパタラダさん、ポピーさん、どこまで行ったか忘れた。はい。を走らせます。お、走らせます。見えますか？携帯で見えますか？はい。で、犬を走らせます。OK、うん。犬を走らせます。これでいいですね。犬を走らせます。うん、いいです。じゃあ、今度は、プイサーさんいますか？来てないですね。じゃあ、ユアラットさん、泳がせます。はい、泳がせます。川をできますか？川？川。川を泳がせます。それ川でですね。プールで。うん、プールで。はい。それ場所ですから、場所はででしょ？プールでを泳がせます。ここ入るのは、これをする人ですよ。川は川で泳ぎませんよ。はい。誰が泳ぎますか？誰？妹。妹、いいです。うん。いいです。はい。妹を泳がせます。川で妹を泳がせます。プールで妹を泳がせます。はい。いいです。うん。じゃあ今度はボンゴチマスさん、働かせます。あ、仕事、うん、仕事を働く、これ働きますは誰？もう働きますで仕事という意味があります。そうですね、うん。私は会社で働きます。これは会社で仕事をしますという意味ですから、これが仕事をしますという意味ですね。はい、これを誰？働きます。どうぞ。ボンゴチマスさん、どうぞ。会社。会社？うん、それ会社でですね。はい、場所ですから会社で。会社でを働かせます。犬、妹。社員。社員？社員を働かせますか？本当？うん。まあ、会社員、社員を働かせます。うん、いいですけど。はい。うん。ボンゴチマスさんは誰ですか？学生。社長、学生ですね。社長じゃないです。はい。じゃあ、社員を働かせます。本当？わかりました。はい。うん、ありがとうございます。そう。これは、日本語のこの使役は、ルールがあります。日本語の使役のルールですね。英語みたいなことができません。例えば、まあ会社員ですね。はい。また社員でもいいですが。英語はね、ハブとか、メイクとか、レッドがこの使役動詞です。ね。だから、I have my、ヘアカットみたいに言います。英語の時は。その時にこのカットをさせますと言いますね。うん。で、日本語の時はこの言い方ができません。それは日本語はルールがあって、
犬は私より下ですから、私より下の犬を走らせますはできます。そう、あのヌンさんが言ったね、妹は私より下ですから泳がせますができます。でもこれ姉はできないです。姉は上ですから。こっちも私は姉を走らせますができません。姉が上ですから。で、社員をはあの働かせますはできます。それは、うん、ボンゴッチマスさんが社長の時です。ボンゴッチマスさんが社長です。その時に言えます。社員を働かせますということはできます。うん、できます。でも私は学生ですからこのことが言えません。この人があの上か下か真ん中かわからないからこれできないですね。ということで日本語の詩役の時は上から下に使えます。だから私例文に書いていますね。子供、子供を使いに行かせます。私はお父さんですから子供を使いに行かせます。いいです。私は先生ですから選手を休ませますできます。私はお母さんですから赤ちゃんを寝かせますできます。そうそれで私がその時によって違います。うん、これがルールですね。まあ詩役は13課で勉強しますから、はい、また今度日本語会話で勉強しましょう。はい、皆さんありがとうございます。じゃあちょっとこれも見ますか私が書いたやつを見ますか。はい、これですね。はい、走りますは夫を走らせました。私は妻ですから夫より上ですから夫を走らせますができます。はい、泳ぎます。私お父さんですから子供を泳がせますできます。働きます。息子を働かせます。私お母さんですから言えます。このように使えますね。簡単ですね。あの人とか動物がここに入ります。うん、簡単。じゃあ今度は、うん、早く行かないと終わらないですね。急ぎましょう。まだおが終わらない。じゃあ今度は次誰かな。ボンゴッチマスさんまで行ったかな。キアチャットさんいない。パンニサーさん1番を読んでください。はい、例文の1。例文。うん、自由に空を飛びたいんです、うん、おお、素晴らしい。これ聞いたことがありますか？見たことがありますか？この文を見たこと、はい、うん、どこで見たことがありますか？自由に一番、うん、自分、そう、自分に空を飛びたいんです。うん、うん、この文をどこかで見たことがありませんか？ない？でもみんな知ってると思うけどな。3組と1組もみんな知っていたから。空を自由に飛びたいな。はい、タケコプター。あんあんあん。知ってますか？知ってる？知っています。うん、何の歌？何ドラえもんの音楽です。そう、ドラえもんの音楽、ドラえもんの歌です。そう、ドラえもんの歌で言ってるんですね。空を自由に飛びたいな。はい。うん、ありがとう。そう、この時のお。そう、この時のおが、うん、これなんですね。はい。これは移動、通過の場所です。そう、これはね、目的語じゃないんですね。さっきあの主語、述語、目的語と言いましたが、これは目的語じゃありません。おの前に場所を使えます。これ、場所の名詞ですね。うん、その時もおを使えます、うん。そう、これ、空を飛びますは、おがあの目的語じゃないやつなんですね。つまり、これ、自動詞です。じゃあ、このありがとうございます。次、誰かな。
うん、ピンピサーさん。ピンピサーさん、はい、2番を読んでください。この橋を渡って、うん、いけません。うん、渡っては。渡ってはいけません、うん。うん、いいですね。これを見たことがありますか？この橋を渡ってはいけません。どこかで見たことがないですか？ないですか？本当？でも3組と1組の子はみんな知っていた。この橋を渡ってはいけませんって書いてますね。この橋を渡ってはいけません。この橋渡ってはいけません。これ見たことないですか？これ。これ知ってますか？誰か知ってますか？この人。多分タイの人は絶対知ってる。そう、一休さんですよ。そう。一休さんの時はこの橋渡るべからずって書いてますが、意味はこの橋を渡ってはいけませんという意味ですね。はい。一休さんの話です。みんな知ってますね。そう、日本のね、漫画とかね、アニメの中でね、こういうのをちゃんと話しています。うん、言っていますね。その時のお、うん、この橋をの時のお、これは移動通過の場所です。はい。で、もう一つあります。場所じゃないものもありますので、これも持ってきましたね。うん、ピンピサーさんありがとうございます。ピムラパッドさん、3番を読んでください。はい。北海道でナスを過ごします。をよく読めました。そう、北海道で夏を過ごします。この時の夏は季節、時間ですね。春、夏、秋、冬があります。うん、その時の夏を過ごしますのをも、これも私が移動しますという意味で、これも移動通過の場所のおを使えます。このような時ですね。を使えます。じゃあ今度走りますをしますか。例文は、はい、ピムラパッドさんありがとうございます。パッタワゴンさん、走ります。はい、走ります、ね。はい、うん、うん。うん。場所、走ります。公園に、うん、走っては、うん、いけません。うん、おは？いや、あ、その方がいいね。お、お、お。ールの周りに、うん、あ、走ってはいけません。うん、お。おですね。お、わざとやってますね。を使ってください。はい、すみません。はい。はい。もう一度。こう言いますね。公園を走ります。道路の周りを走ります。これでいいですね。にじゃないですね。お。を使います。はい、ありがとうございます。じゃあ今度は次ね、パンヤッポンさん、はい、2番散歩します。うん、散歩します。何でもいいですよ。場所です。外観を散歩します。それ何？外観？それ外観は何ですか？外観？外観はどういう？大観？大観？何それ？外観は確かにあるけど、ここ散歩したら怒られます、ね、まあ、うん、何ですか？
なんか漢字間違えて。はい。何それ何海岸。海岸か。海岸ですね。はい、わかりました。海岸。これで海岸と読みますね。ビーチのことですね。はい。海岸を散歩します。いいですよ。あの、外観っていうのはね、外環状線のことですね。そこ散歩するとすごく怒られますから、やめてください。はい、ありがとうございます。じゃあ、今度は、はい。ブンスリーさん、3番、トンネル。はい、うん。トンネル。トンネルは何ですか？トンネル見たことがありますか？私、タイに来てまだトンネルを見たことがないですね。バンコクにはトンネルはないんじゃないかな。見たことがないですね、トンネル。トンネル。トンネル何？どうした？どこ行った？ブズリーさん。わかりませんか？え、あ、トンネルを、うん、うん、トンネルを着きました。何それ？もう一度。トンネルを？トンネルをつきました。つけました？つけます？つ？どっち？つ？すぎる。すぎる？トンネルをすぎる。あ、トンネルをすぎました？これ？ですか？トンネルを過ぎました？はい。はい。うん、これでいいですね。トンネルを過ぎました。トンネルは何ですか、ブンスリーさん。トンネルは何ですか？トンネルは、トンネル、うもん、うもんで、トンネルです。うもん？何ですか？トンネルは何ですか？トンネル、トンネル。どんなところですか？うん、どんなところですか？ひどいところです。うん、何？ちょっと待ってね。パニタンさん、トンネルは何ですか？はい、はい。うん、トンネルは何ですか？あ、トンネル、あ、名詞は広い、広い口。うん、どういう意味ですか？トンネルはどういう意味ですか？トンネルの意味は何ですか？うん、うん、何ですか？電車。電車。うん。ああ。電車は。うん。うん。なるほど。はい。電車があるところ、トンネル、本当？多分、バンコクの電車、トンネルないですね。はい。うん。トンネルがあります。本当？どこにありますか？どこにある？私見たことがないけど、バンコクの電車が、うん、MRT です。MRT のトンネルです。うん、あれね、 MRT は地下鉄ですから、まあ、トンネルといえばトンネルですけど、地下鉄はまた違う言い方をしますね。はい。うん、日本人が言うトンネルはよくこういうやつですね。こういうのをトンネルと言いますね。こういうの。あの、山の中を通ります。山の中を
通っている道路とか川の下を通っている道路、これをトンネルと言いますね。よく日本人はもちろん電車で例えば新幹線とかは山の中を通りますからトンネルがあります。うん、こういうやつ、はい、これをトンネルというか、バンコクはね、山がまずないですね。川の下も多分通らないと、橋があると思うので、トンネルはないんじゃないかなと思います。小さいのは何かあるかもしれませんけど、違う名前で呼びますね。うん。これをトンネルと言います。うん。なかったらわからないですね。よし。だから多分、イサンとかチェンマイの方はあると思いますね、トンネル。あ、はい。うん、ありますよね。うん。だから、バンコクじゃないところはあると思います。はい。このように言いますね。高速道路を走ります。そう。車で運転しますという意味もあります。走りますは。高速道路を車で運転しますという意味ですね。あとは公園を散歩しますとか、トンネルを抜けますという意味もありますね。こういう言い方あります。うん。過ぎましたもいいですね。過ぎますでもいいです。うん。じゃあ今度次。はい。次はまた尾が続き、急ぎましょう。終わらない。はい。じゃあ今度これ。例文、例文。アートさん、ワテジェイさん、ワテジュニアさん、ワテゴルフさん、ワテ、はい、ポンサトーさん、1番読んでください。ポンサトーさん、はい、1番を読んでください。はい、父に上を出ます。家。家。はい。8時に家を出ます。はい、8時に家を出ます。うん、これでいいですね。その時のおです。うん。これね、家から出ます。からと同じ意味がありますね。うん。じゃあ今度はパチャラコンさん、2番を読んでください。はい、先生。はい。まもなく東京駅を出発します。おお、いいです。そうです。まもなく東京駅を出発します。うん。もうすぐでという意味がありますね。この時よく、まもなくと言いますね。よく電車の人はまもなく何々が参りますみたいな言い方をしますね。はい、じゃあ今度次。今度は、パーラヤーさん、3番を読んでください。はい。うん。この感じ。うん。これね、2つの読み方があります。故郷、またはふるさと。と読みます。あ、ふるさとの、うん、あ、町を、うん、あ、うん、ふるさとの町を離れた。ふるさとの町を離れた。うん、はい、こう言いますね。はい、うん、ありがとうございます。うん、ふるさとの町を出たと言います。出たという意味ですが、はい。この時にを使いますね。うん。よく日本人がこういうことを言いますね。うん。あ、でも次の次にやるかな。ちょっと待ってね。先に練習をしますか。その方がいいですね。ちょっと待ってね。じゃあパーヌさん、練習の、はい、練習の1。化け物を飛び立ちます。化け物を飛び立つ、どういう意味ですか？化け物？お、うん、化け物。化け物は何ですか？お化けのこと。はい、そうです。化け物はこれ場所ですか？あ、場所ですか？場所なら、だって家を出ます。家は場所ですよ。東京駅は東京駅は場所でしょ。町は場所ですよね。しゃあ、うん。化け物か。タペルサタンチーよ。何ですか？何をしますか？化け物。床を飛び出します。できますか？うん、できます。うん、できるけど、結構難しいよ。
できますよ。できるけど、これよりも、スワンナプームの方が嬉しいな。スワンナプーム。あれ何ですか？スワンナプーム。あれ何ですか？あれ？遠いさ、スワンナプーム。ああ、空港。はい。はい、空港。空港、はい。はい、空港飛び立ってください。じゃあ、飛び立つものは何ですか？はい、空港にあるものは何ですか？うん、空港にあるもの。空港にあるもの。空港機、飛行機です。そう、飛行機です。素晴らしい。飛行機が空港を飛び立ちますね。はい。もちろん、化け物が床を飛び立つことはできますが、ちょっとね、飛び立つのはね、走らなければなりませんから。飛び立ちますね。ちょっとね、頑張ってこう行って、こういうふうに行きますんで、空港とかじゃないとダメです。はい、ありがとうございます。じゃあ、今度次。ナッタニーチャーさんはいないから、タマシンさん、2番。はい。はい。まあ、おります。うん。どこ？車を降ります。おお、素晴らしい。車を降ります。そうですよ。この時に、おを使いますね。よくわかりましたね。これ、降りますと読みますね。降りますじゃないですね。そう、を降りますを使います。そう、何かのところから出るときは、を使いますね。うん、じゃあ、車、今度こっち。この時は何ですか？車？大江さん、タワシンさん。車を降ります。車？これは？車。うん。あ。今度こっち。お。うん。降ります。うん。車を降ります。うん。降りますの反対は？お。車を降りますの反対。で、あ、うん。で。こっち。into。into。うん。お。うん。電車を降ります。電車を降りますの反対は、うん、なぜわからない。二つ一緒に覚えてください。ありがとうございます。じゃあ、ナンティポンさん、車乗ります。うん。もう一度乗ります。うん。女子は車本当本当？はい、2ですよ。そう、これちゃんと覚えてください。うん。そう、中に入るときは2を使います。中から出るときはを使います。だから、大学。はい、本さん、大学。大学？大学？大学？やめます、うん、やめますそれね、やめますはね、違う動詞、あの動詞の時の、あの入りますの時の大学の入ります、大学に入ります、大学を出ます、これと同じ意味の他の動詞があるでしょ、大学に入ります、タイは6月です。日本は4月、3月かな ?4 月かなあ、4月ですね、日本は。大学。桜の季節です。あれうん。
うん、大学に学校に入ることを何と言いますか？学校に入りますから学校に入りますで、ね、読み方は入試。そう、入学、大学に入学しますと大学を、うん、卒業します。うん、これを一緒に覚えてください。と、車に乗ります。車を降ります。大学に入ります。大学を出ます。大学に入学します。大学を卒業します。と、このルールの時のをですね。はい。ありがとう。じゃあ今度は練習の3をしますね。はい、パッカポンさん、間違えた。ウッディゴンさん。ウッディゴンさん、3番、練習さん。はい。去ります。ああ、去りますですね。はい。そうですね。うん。難しいですね。バスが、うん、ジャックショーを去りますって、できますですか？ジャックショー。はい、あ、バスが市役所を去ります。はい、できますか？できないか。できないかもしれません。あ、普通はバスが市役所を出ますと言います。あ、はい、さっきのあの出ますを使うと思います。これはあの出発しますという意味ですね。だからさっきあの東京駅を出発しますの時の出ますです。うん、これはちょっと変ですね。ああ、はい、うん。他は去ります。実はね、これね、3番と同じなんです。例文の3と。故郷の町を去りますと言えます。この言い方ができます。故郷の町を去ります。理由は、この去りますと離れますは同じ意味だからです。そう、これね、出ますと去りますは意味が違います。そして皆さん、これを必ず知っています。この漢字をどこかで見たことがありますね。それは、この漢字を見たことがあるでしょ？英語で言ったパスト、これ。これ読み方をね、こと読みます。こんなのを見たことがないですか？未来の反対。未来の反対は？過去です。ああ、素晴らしい。さすが。素晴らしい。そう、過去と言いますね。どうしてこの漢字を使いますか？これは、帰りませんという意味があります。だから、故郷の町を去ります、故郷の町を離れますというのは、私はもう故郷に帰りませんという意味がありますから。だから、バスはね、何回も来ますから帰りますね。なので、去りますが使えないんです。そう。この去りますは、そう、過去はもう二度と私たちは帰ることができませんという意味です。それで、過去の漢字にここに去りますを使います。帰れません。ドラえもん以外。はい、そういう意味がありますね。はい。ドラえもんだけ帰れますね。タイムマシンがありますから。タケコプターも持っているし。このように漢字を覚えていってください。はい。このように言いますね。羽田空港を飛び立つとか、あと電車を降ります。あと、この場を去ると言いますね。つまり、もう帰ってきませんという意味ですね。バイバイという意味ですね。はい。じゃあ、急ぎます。時間がない。はい。じゃあ、今度はね、あ、そっか。
ちょっとあまり時間がないので、私が書いたものを皆さんにお見せします。うん、これを読みましょう。を使って文を作ることができます。時刻のことを先生に紹介してください。時刻は自分の国のことですね。私がもう書きましたので、これを読んでもらいますね。うん、誰まで行ったかな？ポンさんまで行った？ウティゴさんまで行った？じゃあ、パッカポンさん、読んでください。私の国は。私の国は、高菜をよく高菜をよく食べます。高菜をよくの、うん、よく食べます。あ、はい、よく食べます、うん、はい。現在では、現在では世界中で日本語の日本のお寿司が食べられているの、うん、食べられているので、うん、有名だ、うん、と言います。うん、有名だと思います。あ、はい、うん、有名だと思います。そう、この時の食べますは私の体が動きますから動作の対象ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ今度ティダーラットさん読んでください。公園を。はい。公園を歩いていると猫をよく見かけます。他の国では猫から魚を連想しないそうですが、私の国では猫は魚を、好むと考えられています。はい、ありがとうございます。と、この時のね、連想しますとか考えますという意味ですね。うん、で、公園を歩いていると猫をよく見かけますね。うん、そう、これ移動通過のおですし、猫をよく見かけますはこれ認識の対象、そして魚を連想します、認識の対象、魚を好みます、これ魚が好きですという意味ですね。うん、これも体が動きませんので認識の対象です。はい、ありがとうございます。じゃあ今度ティダーワンさん、次読んでください。日本を。はい、先生、日本を、うん、離れて、うん、出発点ですが、離れてからも、うん、離れてからも日本を、うん、日本猫、猫をために見ることがあります。うん、ドラえもんが、うん、キティちゃんは日本の猫です、うん。はい、ありがとうございます。そう、日本を離れます。これ出発点ですね。あと、猫を見ますは認識の対象。うん、このように言いますね。そう、ドラえもんとキティちゃんは日本の猫ですね。猫型ロボットと言います。じゃあ、今度次読んでもらいますね。じゃあ、ティーラナイさんいないか。ナパドンさん、読んでください。はい。うん。うん、ドラえもんは、過去の。過去の世界に、猫型ロボット。うん。猫型ロボットを、生かせるお話です。うん。日本の猫。ね、猫また。猫またというお化けは油を狙って家に入ってくると言われています。はい、ありがとうございます。そう、
ドラえもんはあの猫型ロボットというロボットですね。猫の形をしたロボットです。うん、これを過去の世界に生かせますね。うん、これ動作種のおですね。で、日本の猫又というお化けは油を狙います。目的、目標です。そうですね。はい。じゃあ理由が書いてあります。じゃあ今度は誰かな、ノップさん言ったから、ナパソンさん。ナパソンさん。いない？聞こえますか？はい、OK。どうぞ。理由は？理由は？昔。理由は昔、日本の庶民。庶民が魚を絞った。絞った。要するに油を、うん、油を使って。油を使って、買っていた。からです、うん、このように猫と魚は私の国を代表する動物です。はい、いいですね。うん、漢字が難しいですね。そう、多分タイも一緒だと思うんですが、猫はね、魚あまり好きじゃありません。知っていましたか？猫は全然魚食べたくないんですね。猫が好きなものは何ですか？ポラミンさん、はい、ポラミンさん、猫は何を食べたいですか？猫はね、魚あまり好きじゃありません。猫は何を食べますか？食べますか？アメリカとヨーロッパの猫はこれをよく食べますか？知らない？あ、うん。猫は何を食べますか？って言いますか？猫が食べたいのは何ですか？知らない？猫はあまりね、魚好きじゃないけど、これ知らない？見たことがありますか？トム、ダジェイリー。トム、アンツェリー。うん、これ何？ミルク。ミルク、ネズミ。ミルクはミルクですね。ネズミです。そう。他の国はね、あの、猫はネズミが好きです。ネズミを食べたいです。でも日本は肉がないですね。そう、日本は肉がない国です。どうしてですか？日本人は昔、牛、豚、鶏食べませんでしたから。でも日本にはこれがいました。魚、海がたくさんありますから。ということで、日本の猫は食べるものがありませんから、魚を食べていました。で、猫又というお化けがいますが、よく家の中に入りますね。どうしてですか？油を舐めます。だから日本の猫は油が好きと日本人は思っていますが、なんで油を舐めたいですか？食べたいですか？飲みたいですか？それは昔日本人は油もありませんでした。どうしましたか？魚を絞って油を作っていたから。それを舐めに来ていましたという意味ですね。だから猫と魚はもうずっと一緒です。で、日本人は魚が大好きですからお寿司を食べますね。タイの方もあのお寿司好きですね。うん、そういうのを書きました。はい、じゃあちょっと休憩しましょうか。10分休憩します。休んでください。はい。時間になりました。じゃあ始めましょう。今度こっちですね。やっと2に行きました。存在の場所です。場所ですね。誰まで行ったかな？ノップさんかな？ナパドンさん、例文の1を読んでください。ナパドンさん。いませんか？じゃあ、ナパソーンさん、1番。はい、
はい。机の上に。机の上に本があります。そうですね。存在します。ありますという意味ですね。ありますのところは2を使いますね。OK。じゃあ、ポラミンさん、2番を読んでください。学校に、運動場。運動場があります。そう、ありますの時は2を使いますね。じゃあ今度パリントさんになります。パン屋長とさん、3番を読んでください。はい。携帯電話の料金は、インターネット料金に、料金に、含まれている。はい、そう。はい、いいです。うん、そう、このような時ですね。インターネットのお金が例えば1000バーツです。はい、電話代が200バーツです。このインターネットの電話がもう全部1000バーツですから。そういう意味ですね。これが含まれている。もう1000バーツだけでいいです。という意味ですね。これが含まれています。中に入っています。という意味ですね。うん。ありがとうございます。じゃあ今度は、ポントーンさん。練習の1、はい、図書館。ライブラリー、図書館。あ、図書館に本があります。あ、いいですね。図書館に本があります。それもいいです。あとは、大学に図書館があります。もいいですね。はい。じゃあ、今度は、ファーサイさん、2番、冷蔵庫。はい。あ、冷蔵庫に、果物があります。おー、いいですね。おいしいですね。はい。私も今、スイカが入ってますね。はい。じゃあ、今度、ポピーさん、3番。あ、レモンに、ビタミン C があります、うん。あ、それでいいです。がありますもいいし、上の例文の3の含まれています。これもいいですね。うん、このように言います。中に入っています。中にあります。という意味があります。こうですね。大学に図書館がある。冷蔵庫の中にスイカがある。私も今入れている。レモン。レモンにはビタミン C が多く含まれているというふうに言いますね。OK。じゃあ今度は次です。はい。じゃあ共有します。どこ行った？はい。うん。今度はこれ。到着点と読みます。到着点の2ですね。はい。じゃあ今度はポピーさんまで行ったからプイザーさんいなくてユアラットさん1番を読んでください。はい。壁に、ポスターが貼ってあります。うん、そう、壁にポスターが貼ってあります。そう、これね、つきますという意味があります。壁にポスターがつきます、貼ってあります。このように言いますね。その時の2ですね。はい、じゃあ今度ボンゴッチマスター2番を読んでください。はい。あ、テーブルの上に花瓶を置きます。と、置きますの時に花瓶は分かりますね。花瓶をい、そこがつきますから置きます。で、こういうふうに2を使えます。つきますという意味ですね。これはレッドブルですわ。はい。じゃあ今度はピアチャットさんいないからパンニーサーさん、3番を読んでください。はい。8時に学校に聞きました。着きました。ました。そう。はい。これは2つの読み方がありますね。学校にの時は着きます。はい。これを洋服を着ますという方がありますね。うん。洋服は着ます。で、学校は着きます。このように覚えてください。はい。その時も私が今学校に、えい、
つきました。そう、ひっつきますというくっつきますという意味のつきますですね。この時に2を使います。じゃあ今度はピンピサーさん入れます。はい、オン、あ、リンコを冷蔵庫に入れます、うん、あ、それでいいです。冷蔵庫に入れますの時の2ですね。いいです。じゃあ今度は、ピムラパッドさん2番つけます。つけます。いないですか、ピムラパッドさん。パンさんいませんか。いない。じゃあパッタラゴンさん、はい、あ、いた。はい、ピムラパッドさんどうぞ。つけます。写真を食べに、うん、うん、それでいいですよ。写真を壁につけます。うん、これでもいいです。つけます、いいですね。はい、じゃあパタラゴンさん3番かけます。あ、はい、うん、水油を、あ、うん、寿司に、あ、うん、水油をかけます。あれね、多分醤油ですはい、その刺身、寿司に醤油をつけますと言いますねこっちにいいですね。はい、寿司、刺身、あ、これでいいですね。寿司に醤油をつけます、刺身に醤油をつけます、いいです。あ、つけます、じゃかけます、はいこれでいいです。かけますもできますね。はい、でも大体刺身はかけないから、寿司かけないからつけますですね、これね。寿司と刺身は多分ね、日本人はつけます、かけません。かけますはここになんかないけど、なんかタレをかけますはできますね、うん、マヨネーズをかけますとか、あとケチャップをかけます、つけます、うん、これはできますね。はい、じゃあちょっと見ますか私が書いてきたものをちょっと見ますね。はい、このように言いますね。はい、冷蔵庫も大丈夫です。財布にお金を入れますもできるし、洋服の時のつけますもあります。洋服にボタンをつけます、ポケットをつけます。で、この時もつけますできます。寿司に醤油をつけますもできます。違う意味のつけますがありますね。あとは魚に醤油をかけます。お魚だったら、あの、醤油をかけますができます。こうやってします、これがかけますですね。はい、大丈夫です。あとは皆さんが知っているかけますはもう一つありますね。カレンダーがあるでしょ。カレンダーを壁にかけますという方もできます。うん、これは違う意味のかけますがありますね。そう、いろいろな意味があるので、はい、たくさん覚えてください。じゃあ今度は、はい、今度は時間ですね。これ時点と読みます。時点の2、うん、時間の時も2を使えます。じゃあアートさん行ったから、誰行ったかなパンヤポンさん1番読んでください。毎日7時に起きます。ああ、いいですね。そう、7時が時間ですから7時にと言いますね。はい、ブンスリーさん2番を読んでください。ブンスリーさんいない。じゃあ、はい、いる。はい、2番を読んでください。このスーパーは、どうぞ。このスーパーは、このスーパーは9時に、9時に、あ、うん、あ、9時に開店します。開店します。うん、このスーパーは9時に開店します。その時の9時も2を使えます。時間ですからね。はい、じゃあ今度パニタンさん3番を読んでください。はい、はい、母と話している時に父が帰ってきた、うん、はい、ありがとうございます。そう、時を使ったで、この時は時間ですね。だから2を使います。このように言えますね。はい、ありがとうございます。じゃあポンサトンさん発車します。はい、
うん。発車します。車が出ますという意味ですね。何でもいいですよ。発車します。発車してください。この電車は、こっちに。うん。発車します。発車します。こっちに発車します。はい、それでいいですね。この電車は9時に発車します。いいですね。じゃあ今度、パチャラコンさん、2番。はい。7時までに、大学を、すみません、大学に届きます。あ、この届きますはね、例えばショッピーとかラザダで買ったって意味です。荷物が届きますの時の届きます。うん。メールでもいいですが。うん。届きますは、うん。荷物が、私がネットで買い物をしました。荷物があります。荷物が、に届きます。こういうふうに言います。いつですか？いつ？いつ？荷物が、9時に届きます。9時でもいいです。はい。9時に届きます。これでいいですね。はい。ありがとうございます。じゃあ今度は、みーさん、パーラヤーさん、3番。忙しいとき。はい。忙しいとき。忙しいときに。忙しいときに。はい。何も、時間がない。忙しいが、時間がないという意味ですね。じゃあちょっと待ってくださいね。はい、これを見ますね。はい。私が作ったものがありますので、これを見ます。そう。発車しますは、例えば9時半に発車します。いいですね。届きますは、金曜日に届きます。これでもいいです。金曜日に届きます。はい。忙しい。忙しい時に友人が来た。そう。邪魔です。帰ってください。という意味ですね。はい。この時が時間ですから、にを使います。うん。これね、使わなくても話せますね。忙しい時、友人が来た。でもいいし。うん。で、にを使えるのは、これ、時点のにだからです。はい。じゃあ、今度次です。うん。今度は、うん、ちょっと難しいですが、でも覚えるのは簡単です。でも難しいです。はい、これを読んでもらいます。じゃあ、パーヌさん、1番を読んでください。父にもらったんです。おお、素晴らしい。そう、父ですね。じゃあ、今、父にもらいました。今、誰が持っていますか？今は私です。そうですね、素晴らしい。よく分かっていますね。そう、こういう意味ですね。だから、この時に、父にを使いますね。今、私が持っています。という意味ですね。はい。じゃあ、今度は、ナンティポンさん、違う、間違えた。タワシンさん、2番、読んでください。はい、2番。うん。彼に、ハサミを借りた。はい、ハサミですね。じゃあ、今、誰が持っていますか？今誰がハサミを持っていますか？誰？今誰がハサミを持っていますか？タワシンさん。じゃあ、はい、はい、ナンティポンさん。はい。今誰がハサミを持っていますか？私は持っています。そうですね、そう。今持っているのは私です。この時のにですね、これを与えてと読みます。与えてです。はい。
この時この人たちににを使いますね。ありがとうございます。じゃあウッディゴンさん3番を読んでください。 3番ですね。うん、あ、先生に褒められました。はい、褒められました。先生に褒められました。そう、褒められたのは私です。この時ににを使いますね。矢印の前、ここですね。うん、ありがとうございます。じゃあ、パッカポンさん、買ってもらいます。はい。うん、本に買ってもらいます。本を、それは本、はい、本を。人ですよ。人。父、彼、先生。はい、あ、ここ人。うん、誰ですか。どなたですか。誰に買ってもらいます。うん、と父に。あ、じゃあ父に買ってもらいますね。はい、これでいいです。はい、じゃあ今度はティダラットさん、声をかけられます。はい、声をかけられます。友達に声をかけられます。OK。これでいいですね。友達に声をかけられます。声をかけますっていうのは、元気とか、こんにちはという意味ですね。これが声をかけられます。うん。挨拶をしますという意味がありますね。うん。じゃあ、今度は、ティダワンさん、習います。はい。習います。四字数に習います。誰？もう一度。四字数に習います。それ教室でですね。教室で人ですよ。はい、友達、父、彼、先生。誰？あ、友達。うん、に友達 に、うん、四字数を、教室で習います。うん、友達に教室で日本語を習います。はい、この時ですね。はい、できますね。じゃあこれもちょっと私が書いたものがありますので見ますね。うん。あれ？できない。どうしてどうしてどうして。はい。このように言いますね。父にネクタイを買ってもらった。知らない人に声をかけられた。有名な先生に日本語を習いました。この時ですね、こういう風になる時にこっちの人に2を使います。これが与えてです。うん。文を作るのは簡単なんですね。でも今度はこういう風になるからちょっと難しいです。はい。じゃあ、いらないですね。ナパドンさん、1番を読んでください。はい。彼女にプレゼントを渡した。うん、はい。プレゼント、今、誰が持っていますか？プレゼントは今誰が持っていますか？彼女。うん、そうですね。ということはこうなってますね。こっちでしょ？さっきはこっちの矢印のこっちの人が2を使っていたけど、今こうなってますね。こっちの方が2を使っていますね。だからさっきと反対です。これは受けてと読みます。こっちは与えて、こっちは受けて。今度は受けての2ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、ナパドンさんもだから、ナムアンさん、ナパソンさん、2番を読んでください。はい、友達にハサミを貸した。うん、そう、今、ハサミは誰が持っていますか？友達です。そう、友達ですね。だから今度こっちになりました。変わりましたね。うん、ちょっと難しいですね。さっきと変わりましたから。じゃあ今度はポラミンさん。はい。うん。今度は彼、3番を読んでください。彼に？あ、
彼にメールを送ります。はい。彼にメールを送ります。と、今度は彼にですね。彼がにを持っています。はい。ありがとうございます。じゃあ今度はポラミンさん終わったから、パン屋長とさん、1番、はい、練習の1。トイさんにメガネを買ってあげます。うん、はい、トゥーリーさん。そうですか。トゥーリーさんですか。誰ですか、トゥーリーさん。はい、はい。そう、その時2を使いましたね。合ってますね。うん、買ってあげます。はい。じゃあ今度はポントーンさん、声をかけます。はい。うん。うん。声をかけます。友達に声をかけます。そう、友達に、これでいいですね。はい、こう使います。うん。じゃあ、ポントンさん終わったから、プークサポ。ファーサイさん、3番。教えます。ファーサイさん。はいはいはい。教えます。あ、学生に、うん、あ、日本語を教えます、うん。はい、いいですね。今度こっちに2を使ったから反対になりました。そう、このような時を受け手と言います。受け手の2ですね。だから与えての2と受け手の2があるので難しいから気をつけてください。ちょっとそれを見ます。そうですね。うん。弟にジュースを買ってあげた。泣いている人に声をかけた。友達に日本語を教えています。このように言いますね。だから文を作るときは簡単です。両方とも2だから。でも、どっちが持っていますか？どっちが持っていますかと言われると、とても難しいです。はい。それが困りますね。はい、じゃあ今度は動作種の2ですね。うん、刺激も使えますが、今度は受け身です。受け身は皆さんも勉強していますね。うん。じゃあファーサイさんはだから、パッタラダーさん、1番を読んでください。うん、友達に悪口を言われた。はい、友達に悪口を言われた。この時悪口を言ったのは友達です。だから動作種ですね。はい。じゃあ今度はプウィサーさんいないからユアラットさん2番を読んでください。娘に好きなところへ行かせた。はい、ありがとうございます。そう、言ったのは娘です。うん。じゃあ今度ボンゴチマスさん3番を読んでください。この標語は若者に指示されています、うん、はい、そうですね。指示をしたのは若者です。指示は応援しますという意味ですね。はい。じゃあ今度練習1、書かせますをしますね。ピアチャットさんいないから、ホワイトさん、パニサーさん、1番、書かせます。私は弟にレポートを書かせます。うんうん、すごい。自分のレポートじゃないですね。はい。間違えてたら今度弟が叱られますね。はい、ありがとうございます。正しいですね。はい。じゃあ今度ピンピサーさん怒られます。はい。あ、うん、私は先輩に怒られます。うん、あ、いいです。そう、怒ったのは先輩ですね。はい、いいです。じゃあ今度ピムラパッドさんいますか？パンさんいない？はい。オッケー。愛されます。子供に愛されます。おお、素晴らしい。いいお母さん。そうですね。じゃあこうですね。ちょっと待って。あれ、どこ行ったかな？動作種の日記。あれあ、これか。ちょっと待って。
はい、こうですね。息子に漢字を書かせた。書きました。息子が書きました。怒られます。先生に怒られました。先生が怒ります。愛されます。子供は親に愛されています。うん、親が子供を愛しています。うん、このように言いますね。反対でもいいですね。子供が親を愛しています。うんうん、それでもいいですね。じゃあ今度は、2はこれで終わりですね。頑張ろう。はい。これね、原因理由と言いますね。原因理由。でと変えることができます。うん、じゃあパッタラゴンさん、1番を読んでください。1番ですね。うん、そうです。大事なもの。大事なものが風に飛ばされた。そうです。大事なものは風に飛ばされた。風で飛ばされたもできます。これは原因理由だからです。OK。じゃあ今度パンヤポンさん、2番を読んでください。はい、雨に濡れましたよ。うん、濡れますよ。うん、そう。雨で濡れます。もういいですね。昨日本当にたくさん雨が降りましたね。私、学校で1時間待っていましたね。あんなに長かった、びっくりです。じゃあ今度、ブンスリーさん。3番を読んでください。3番、病気。病気に苦しんだ。苦しんだ。はい、病気に苦しんだと言いますね。これ、病気で苦しんだもいいですね。我々はコロナに苦しみました。コロナで苦しみました。このように言えます。はい、ありがとうございます。じゃあパニタンさん、悩みます。はい、テストに。私はテストに、悩みます。ああ、素晴らしい。テストに悩みます。いいですね。テストで悩みます。OK。じゃあ、ポンサトンさん、うなされます。ちょっと難しい。はい、うなされます。これね、悪夢というのを使います。悪い夢ですね。よくこういうふうに言います。悪夢にうなされます。うなされますは、悪い夢を見ました。苦しみます。という意味があります。うん、ちょっと難しかったですね。すみません。はい、じゃあ今度、パチャラコンさん、3番。困惑します。私に困惑します。私に誰が？彼が？私に、妹。うん、妹が、どっちがに？2は2つダメですね。が2です。私が妹に困惑します。私が妹に困惑します。うん、困惑します。うん。これでいいですね。私が妹に困惑します。うん。妹が原因です。うん。そう。でもね、言い方はね、どっちかというと、こういう言い方がいいです。うん。悩みますは、例えば人間関係に悩んでいます。悪夢にうなされた。そしてね、さっきのはね、こういうふうに言います。彼の言動に困惑していると言いますね。言動っていうのは話すことと何かをすることで私は困っていますという意味ですね。勝手なことばかりしますから。そういう時に言います。で、今度2を使ったものを私が書きました。本当これはタイムリーですね。これね、日本のね、7月7日の時の行事、イベントです。これをちょっと読んでもらいますね。じゃあ、ミンさん、読んでください。日本に。はい。あ、うん、日本に。日本には？日本には、七夕というお祭りがあります。うんうん、中国に。中国に影響をかけ受けた受けた受けた行事です。行事。うん、はい、ありがとうございます。と、日本には七夕というお祭りがありますね。と、7月7日のことです。もうすぐ来週。
はい、ありがとうございます。じゃあ今度はトイさん、パーヌさん読んでください。このお話が、はい、この話が日本に伝わった時にはない習、うん、この価値はないの習慣もあります。うん、七夕は七夕は織姫。織姫と彦星という夫婦のお話ですが、うん、結婚した後仕事をしなくなったため神様に怒られて1年に2回しか会うことができなくなったという話です、うん、そう1回ですねその日がね来週なんですよ七夕7日ですね。そうちょっと最初あの日本にの時は存在の場所ですね。日本にはそして中国に影響を受けましたは与えてのにを使っています。でそして今度次お話が日本に伝わったこれは受けてのにです。そして時には時点のにですね。そして今度神様に怒られますは動作種ですねはい。そして1年に1回ですね。これ時間です。はい。はい。そういうお話なんですね。そして今度次。今度、タンワシンさん、どうぞ。はい。うん、今の日本では、うん、子供がささに、ささ、うん、お願い事。遅くて、お願い事を書いた、短冊。短冊をつける。うん教授になんて言います。うん、これは？これは中国の教授。うん、宮中行事。宮中行事。事故で。事故点。うん。事故で原因理由。由来します。由来します。はい。ちょっと難しい漢字があるので、後で見てください。うん。うちの大学にもあるのかな？あの子供がささにあのパンダが食べるあれを竹と言いますねパンダが好きなだから私あの皆さんの本には竹を書いてるんですがそこの小さな枝これ枝ですねここのことをねささと読みます言いますね日本人これをささと言ってます、うん、これをパンダがよく食べますがそこにお願い事を書いたね紙をこうやってつけますここにお金持ちになりたいですとか書きますうんこういうものですね。それが到着点の2を使っています。あとは亀甲伝に由来します。これ原因理由ですね。のように使います。はい。まあ来週やりたいですね。日本で言うとね、仙台という都市がありますが、仙台で有名なお祭りです。じゃあ今度次、絵をします。急ぎましょう。はい、今度はこれ移動の着点ですね。これにも一緒に使えるんですが変えることができますね。今タンワシンさんだったからナンティポンさん1番を読んでください。大阪へ行きます。お素晴らしい。そう大阪へ行きます。そうみんなの日本語という本とあとできる日本語もこの絵をよく使います。でもねさっきのね、にも使えるんですね、本当は。ただ、東京の人はよく絵を使いますから、私たちは絵を教えています。じゃあ今度、ウッディゴンさん、2番を読んでください。あ、はい。新しい住所へ荷物を届ける、うん。そう、素晴らしい。そうなんですよ。この時、場所の時に絵を使いますね。届けますが、絵ですね。はい。じゃあ今度は、パッカポンさん、3番を読んでください。はい。世界中へ、情報、うん、発信する。発信する。うん、そうですね。情報はね、情報を送りますもいいですし、発信しますという言葉が使えます。うん、そう、送りますという意味ですね。その時、場所の時は、へを使います。世界中ですね。世界の場所に送りますという意味です。今度練習をします。ティダーラットさん、1番、友達の家。はい。うん。友達の家へ行きます。おお、素晴らしい。それですね。例文の1と同じ使い方ができます。はい。
じゃあ今度はティダーワンさん2番送ります。はい、うん、ホテルへ荷物を送ります。ああ素晴らしい、ホテルへ荷物を送ります、これでいいですね。はい、じゃあナパドンさん3番移動します。はい、移動します。うん、できませんか。あ、うん、大阪へ移動します。うん、あ、それでいいですね。はい、ちょっと私が書いたものを見ます。友達の家へ遊びに行く。そう、このね、場所え、遊びは目的、そして2、行きます、これ移動動詞と言いますね。この形で皆さんよく覚えていると思います。この時の絵ですね。あとはネットで本を買ってご自宅へ送ります、あなたの家という意味ですね。はい、そしてこれから電車でそちらへ移動します。うん、これから電車で大阪へ移動します。さっき言ってくれた大阪もいいですね、場所ですから。よく仕事の時はね、行きますじゃなくて、ね、移動しますを使いますね。ちょっと難しい言い方があります。ビジネスシーンですね。ビジネス日本語です。じゃあ今度は、方向の絵をします。はい。じゃあ今度、ナパソンさん、1番を読んでください。山へ向かって走った。おお、素晴らしい。そうなんですよ。うん、この時えを使うんですね。にとちょっと違うんですね。この時はにと違うのは、山へ向かって走ったは山の方に行きました、だけど山に着きますかどうかは分かりません。これが山へなんですね。例えば北に山があると北へ走ったというのと同じですね。目的の場所がどこか分かりません。これがこの方向のえです。じゃあポラミンさん、2番を読んでください。ポラミンさんいますか？遠い未来へ。あ、はい。遠い未来へ。見えますか？遠い未来へ。遠い未来へ。向けて。向けて。メッセージを。メッセージを。うん、残す。残す。はい、いいですね。そう、遠い未来はいつか分かりませんから、これは方向で言っています。それが絵ですね。うん。じゃあ今度はパン屋長とさん、3番を読んでください。風が北へ流れる。はい、そう。北もね、いろいろなところがあるんですが、分からないときは北へ流れる。というふうに言いますね。方向です。じゃあ今度向かいますで例文を作ります。パーサイさん、向かいます。パーサイさんいますか？はい、向かいます。はい、あ、学校へ向かいます。あ、いいですね。はい、どっちかというと学校に向かってほしいですがでもそれでいいですね。はい、うん、大体ね、同じ意味で使えるんですね、この方向の絵はね。うん、さっきのちょっと移動のこっちの方にちょっと今のは多分感じるんですね。移動の着点の絵かもしれません、今のは。はい、じゃあ今度はパタラターさん2番。あ、デパートへ来ます。あ、いいですね。デパートへ来ます。うん、デパートの方へ向かっていますね。うん、じゃあ今度はプイサーさんいないか、ユアラットさん3番歩きます。あースーパーへ歩きます。あ、スーパーへ、うん、例えば向かってとかいいですね。そういうふうに使うといいと思います。ちょっと待ってね。じゃあ今度私が書いたのをお見せします。はい、こういうふうに言いますね。あ、違う、こっちですね。京都へ向かいますというふうに言いますね。京都の方に行きますから、どこに行くかはちょっとわからないですね。うん、で、今度私の方へ来た
でも私が犬が例えば私の方へ来たは私にのところに来たかどうかは分かりません。これは歩いてきたという意味ですね、はい、そして歩きます、海の方へ歩いて行ったが方向ですね。ちょっと場所が分かりにくいときは絵を使っています。これが方向の絵。もう分かっているときはさっきのこの移動の着点の絵を使っています。じゃあ今度これどこだ、はい、うん、今度はね相手先ですね、うん、だから誰かに送りますね人がいますね。じゃあ今度ボンゴチマスさん一番を読んでください。辛抱する会社へ福利書を送る、うん、死亡する会社へ履歴書を送ると言いますね、うん、死亡するというのは私が入りたい会社という意味ですね。そこにレジュメを送りますね。履歴書を送ります、はい、この時の会社は人がいます。相手ですね。だから絵を使います。じゃあ今度はパニサさん2番を読んでください。友達へ電話をした。はい、いいです。相手先だから絵が使えます。もちろんにも使えますね。友達に電話したでもいいです。でもこれは友達へ電話をしたも使えるのはこの相手先の絵があるからです。じゃあピンピサーさん3番を読んでください。先輩へ連合を伝える。うん、伝える、そうですね。だから私がデズコさんから聞きました、それを先輩に言います。これを伝言を伝えると言いますね。他の人が言ったことを他の人に伝えます、うん、このような意味があります。その時は相手先ですから絵を使いますね、うん、じゃあどこまで行ったかな。今度ピムラパッドさん1番、はい、相談します。先生へ相談します。あ、素晴らしい、それでいいです。先生相談しますでいいですね。パッタラゴンさん2番。2番ですね。うん、質問します。あ、うん、練習の2番、先生へ質問します、うん、うん、2人とも相談も質問も先生にしますねはい、ありがとうございます。じゃあパイアポンさん3番うん、送信します。送信します。会社へ送信します。うん、何を？何を送るんですか？あ、そうそうそう、よくわかりましたね。そう、この送信しますはメールなんですね。その時にこの送信しますを使いますね。ちょっと待ってくださいね。あ、よく知っていましたね。はい、このように言いますね。友達へ悩みを相談した。うん、友達。これが相手ですね。あとは授業中に先生へ質問しました。うん、これが相手先。で、そう、取引先へメールを送信したと言いますね。取引先っていうのは私たちと一緒に仕事をしているような会社。何かを買ってもらいましたとか、売ってもらいました。このような時の会社のことを取引先と言いますね、うん、メールを送信した。そう、素晴らしい、メールの意味です。じゃあ今度はあともう一つ頑張れはい、これが最後で変化の結果で変わりましたという意味がある絵ですね。変わりました、いいですか。じゃあ今度ブンスリーさん1番を読んでください。はい、あ、大人へ成長する。はい、そうですね。大人に変わりました、大きくなりましたという意味ですね。その時は大人へ成長すると言います。じゃあ今度はパニタンさん2番を読んでください。あ、はい、はい、近代国家へ、うん、変化している、はい、うん、近代国家へ変化している。そう、古い国家から新しい、うん、
優れた国家に変わりましたという意味ですね。優れています、はい、こういう国に変わりましたという意味が近代国家へ変化していると言います。その時は変わりますですからえを使いますね。じゃあ今度はポンサトンさん3番、はい、読んでください。新しい時代へ進む、うん、そう、新しい時代へ進む、そう、時間が変わりますの時もこの絵を使えますね。人が変わりますもいいし、国が変わりますも使えるし、時代、時間が変わりますもこの絵を使えます。じゃあパチャラコンさん1番、練習の1、先進国。先進国、うん、え、うん、先進国へ、変更します。あ、変更する、これね、成長しますでもいいです。変更はね、ちょっとね、違うんですね、うん、で成長しますとか、あとは、うん、先進国へ変わります、変化しますでもいいです。変わります、うん、変化します、このように言います。変更しますっていうのは確かにチェンジなんですけどあの先進国へチェンジします、変わりますは、ね、ちょっとね意味が違って例えば今まで途上国に行きましたけど、これからは私は先進国へ行きます、それは先進国へ、うん、チェンジしますの意味で使えますね。変更しますができます。じゃあ今度はねパーラヤーさん2番、2番、パラヤさんいますか？はい、います、うん、はい、どうぞ。ピカチュウ、ピカチュウが出ますか？ピカチュウ知らないピカチュウが来中へ、どうぞピカチュウもこうなりますね。に、うん、にですか？はい、2番をしています。はい、どうぞ。あ、近代、うん、近代効果変わりません、変わりません、進化は使えませんので進化っていうのはこういうものを言います。ピカチュウが雷中へ進化します。このような時に進化しますと言います。変わりますだけど、ちょっと動物が違う、もっとすごい動物に変わりますという意味が進化しますなんですね。また後でちょっと例を見ます。じゃあ今度、トーイさん、パーヌさん、3番、はい、立ちます。立ちますはどういう意味ですか？あ、立ちますはね、ちょっと時間が変わりますという意味なんですが、うん、例えば時間が経って、うん、何々へ変わります、冬へ経ちます。あ、時間が経って冬へ変わります、このように言います。時間が経って冬へ変わります、これでいいですね。はい。時間が変わりますが、経ちますの意味です。ちょっと私が書いたものを見ます。これの方がわかりやすいですね。はい。このように言います。先進国へ発展を遂げた。ちょっと発展しましたでもいいですね。先進国へ発展しました。もっとすごい国になりました。発展しますと言います。そして皆さんが知っている猿が人間へ進化したと考えられている。これを言ったのはあのイギリスのチャールズ・ダーウィンという人ですね。猿が人間へ変わります。人間へ進化します。そう、動物が他の動物にもっとすごくなって変わります。という意味がありますね。だからピカチュウがライチュウに変わりました。ピカチュウがライチュウへ進化しました。と言います。そしてさっきのは時間が経つと
夕日へと変わっていくみたいに言います。夕日はあのサンセット、サンライズのあのサンセットの方ですね、はい、だんだんあのちょっと今ちょうど今ぐらいの時間が夕日へ変わる時ですね。今4時ぐらいですから、はい、こういうのに使います。それが A ですね。そして最後はこれを読みましょうか。 A の使い方をします。誰まで行ったかな場所が分からなくなったけど、ジェイさんいた、フンさんいた、ノップさんいた、オウムシンさんいた、誰か分からなくなったじゃあいいや、トントンさん読んでください。今、はいトントンさんどうぞ。今何をしていますか、うん、今の私はどこへ行ったらいいかわかりませんが、うん、一生懸命自分の将来へ、うん、向けて抜けて、うん、努力努力しています。はい、ありがとうございます。今何をしていますか。今の私はどこへ行ったらいいかわかりませんが、この時は移動の着点、どこへですね。一生懸命自分の将来へ向けて努力しています。方向の絵です。じゃあ今度は次誰、ファーサイさん読んでください。この前、ファーサイさんいますかいない。じゃあパッタラダーさんいますか。パッタラダーさん、はいはい、読んでください。この前、この前就職したい。あ、うん、この前、この前就職したいと、就職したいと思っている。うん、あ、企業へ、企業へ、かきくけこ、企業、企業へ、うん、履歴書、履歴書、い、履歴書、履歴書、うん、履歴書を大丈夫、変わりましょうか。じゃあ、ユアラットさん読んでください。履歴書を、ユアラットさん、はいはい、履歴書を、履歴書を送りました。うん、採用、採用されるかどうかわかりませんが、うん、一歩ずつ、あ、一歩ずつ社会に、うん、貢献、貢献できる立派な人、立派な人へ、あ、成長、成長していきたいです。はい、ちょっと漢字が難しいですね。はい、今度は、うん、この前就職したいと思っている企業へ履歴書を送りました。これ相手先ですね。採用されるかどうか分かりませんが、一歩ずつ社会に貢献できる立派な人へ成長していきたいです。これは絵は変化の結果の絵ですね。ちょっと難しいですが、全部使うことができますね。じゃあ皆さんもちゃんと各助詞が使えるようになってください。そして来週へ向けてのメッセージです。皆さんコロナにかからないでください。来週は対面授業したいですね。皆さん大学で会いましょう。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。さようなら。